趣里が主演を務める NHK 連続テレビ小説、ブギウギ、総合、月曜から土曜8時ほかの第119回が20日、水曜日に放送された。水木あゆみ、飛龍さくらに、ラッパと娘、を歌わせてほしいと言われた鈴子、趣里は、羽鳥善一、草なぎ剛に相談に行くことに。鈴子から相談を受けた吉和は、僕がいいって言えば、君はいいのかい、といつになく冷たく返答、ラッパと娘は君と僕の歌なんだよ、もっと大切にしてほしいね、と言葉を続けると、さらには、水木あゆみがラッパと娘を歌って君以上だったら、君は戻る場所がなくなるかもしれないよ、とピシャリ。鈴子は、まっすぐな視線を向けてくる吉和から思わず目をそらしたのだった。明くる日、鈴子は待った律子、菊池凛子に相談を持ちかけた。律子は、羽鳥先生に甘えてるだけじゃない、先生なら、あなた以外には歌わせないって言ってくれるって期待したんでしょ、と話し、鈴子の本音を見抜いていたようだ、比べられるのが怖いだけじゃない、とストレートな律子の言葉によって、鈴子の心に火がついた。鈴子は、マッタさんにボロカス言われてるうちに、わて、なんやワクワクした気分になってきましたわ、とそそくさとその場を去り、稽古場で一人、ラッパと娘、のレコードを流す、ワドジズがわからずもがいた日々や、吉和に何度も何度もやり直しをさせられたことを思い出す鈴子。自分が大切にしてきたこの歌を、水木あゆみはどう歌うのか。彼女が歌う姿を少し見てみたいと思うほどに、鈴子の心には闘志が戻り、ベテランの余裕が生まれていたのだった。SNS では、マッタ律子さんの言葉が刺さる、鈴ちゃんマッタさんの愛ある毒舌でワクワクを取り戻したようでよかったよ、羽鳥先生、口角は上がっているのに目線は遠く、微笑んでいるはずなのに苛立ちや寂しさが漏れ出ていた、といった声で溢れ、鈴子と同じく複雑な気持ちで見届けた視聴者が多かったようだ。